京浜急行バス、三崎営業所、三崎東高バス停京浜急行バス、三崎営業所は、京浜急行バスのうち主に、三崎口駅、三浦海岸駅を発着するバス路線を所管している営業所である。車庫は、三浦市の中心部に位置する、三崎東高停留所近くの営業所に併設されており、同停留所には小さな操車場もある。営業所記号は G である。三崎口駅と三浦市街地を結ぶ路線をはじめ、営業所のある三崎東高を中心に、長井、横須賀、荒崎方面、三浦海岸方面、油壺、城ヶ島通りや毘沙門、剣崎方面へ路線を展開している。三崎は漁港があり潮が早いため、バスも朝早くから運行されている。2008年10月1日には IC カードPASMOが導入された。三浦半島の先端にある三崎町内と他の場所を結ぶ交通手段は1889年に横須賀駅まで開通した関鉄横須賀線への接続を前提に近代化への道を歩み始める。乗り合い自動車が走り始めたのは1917年のことである。乗り合い馬車事業を経営していた平本兼太郎が一台の幌型フォードを用いて兼業として三崎、横須賀間で運行を開始した。馬車間の自動車と呼ばれ、料金は3円50銭であった。なお、これより前の大正3年に平本健吉を代表とした三崎自動車組合が三崎、浦賀間及び三崎、林間の自動車営業を出願し、許可を得ているが、なぜか営業を開始しなかったので失効している。その後、大正10年に宮川長五郎が中心となって、三浦自動車株式会社を設立し、平本健吉より、三崎、横須賀間の乗り合い路線とその車両を引き継ぎ、三崎、浦賀間の営業も開始した。続いて、柳瀬自動車商会が創立されているが、三崎町史の記述と京浜急行の車史の記述とに食い違いがあるため、詳細は不明である。前者には、1922年4月頃、三井物産社員の中原安太郎が、柳瀬商会創業者、柳瀬長太郎を代表者として、臨海自動車を創立したとあり、後者には、1921年設立の柳瀬自動車、合資会社が1925年3月19日に、臨海自動車へと組織変更とある。これとは別に、逗子の太平自動車と空き家の新倉豊次が、逗子、林間に乗り合い自動車を運行していたが、これに、葉山の鈴木八五郎経営の三浦半島一周、自動車商会が合流して、長井自動車の通称で、逗子、三崎間の運行を開始した。しばらくの間、三崎の自動車運輸はこれら3社が激しい競争を、繰り広げていたが、1925年12月には営業協定を結ぶに至った。この当時の運行状況は以下の通り。大正14年当時の運行状況この頃には横浜市から南下して三浦半島を一周する形で三崎までの鉄道を建設する構想が持ち上がり、湘南電気鉄道として事業免許を取得した。湘南電鉄の親会社となった京浜電気鉄道は、鉄道専行という意味で、三浦半島南部でのバス事業に参入することを決めるとともに、乱立していた事業者を整理する方針を打ち出し、1929年、まず、三浦半島一周自動車を買収して、半島一周自動車運輸商会と改称する。続けて、臨海自動車を傘下に収め、半島一周自動車運輸商会を独立法人化した半島自動車を設立する。そして1938年、鎌倉営業所の前身となる鎌倉乗り合い自動車を含めた3社で合併、湘南半島自動車にまとめられた。臨海自動車と半島自動車の拠点を合併してできた三崎町の新しい拠点が現在の三崎営業所の直接の前身ということになる。一方で、1927年、堀内営業所や衣笠営業所の系譜につながる横須賀自動車が、横須賀駅から浦賀、久里浜を経て上、宮田まで行く乗り合い自動車の運行を開始する。この路線は、湘南電鉄開業後の1932年、三崎まで伸びて、臨海自動車、三浦自動車の路線と競合することになる。1933年、京浜電鉄社長、望月軍四郎が横須賀自動車を買収し、1936年、湘南電鉄に売却。翌1937年、横須賀自動車は湘南電鉄に合併される。三浦自動車は最後まで独立運営を維持しようとしたが、1939年に湘南電鉄傘下に入り、1940年、湘南半島自動車に合併された。この頃、神奈川中央交通の前身の一つである東海道乗合自動車が湘南半島自動車に統合を持ちかけていて、もし実現していれば、三崎営業所は戦後、京急ではなく小田急グループに行く可能性もあった。この話は、京浜電鉄が猛反対し破談となる。そして、1941年、湘南電鉄と湘南半島自動車は、京浜電鉄に吸収合併。三浦半島南部のバスは、京浜に一元化された。これによって、半島西回りの横須賀三崎線は、区間便と位置づけられる衣笠営業所の長井線、市内線とともに、早くも現在までつながる路線の基礎が完成。東回りの三浦海岸線も、久里浜営業所の浦賀線や堀内営業所の観音崎線につながる形で基礎ができた。京浜電気鉄道は1942年、東京急行電鉄に合併され、三崎営業所も大東急の手に渡るが、直後に、海軍省の要請で横須賀堀内駅から分かれて湘南久里浜までの鉄道が引かれ、1944年には国鉄横須賀線も久里浜駅まで延長された。これを受けて戦後、三崎へ向かうバスは東回りが久里浜駅、西回りは国鉄衣笠駅や京急横須賀中央駅での鉄道接続を大義名分として早期に再開される。ただし、京急本線の優等列車は当時、湘南久里浜ではなく、浦賀駅発着が多かったため、バスは久里浜駅を越えて、浦賀駅まで行くように設定された。1948年6月1日、京浜急行電鉄が大東急から独立を果たし、三崎営業所も京急に引き渡される。しかし、それから2ヶ月後の1948年8月、京急は、三浦半島南部のバス部門を集約した三浦営業所を新設。三崎営業所は衣笠、久里浜の両営業所と共に支所に降格した。1949年、長井線、三浦海岸線が再開するが、長井線は衣笠支所、三浦海岸線は久里浜支所がそれぞれ担当することになった。さらに1951年に再開された逗子、三崎線は逗子営業所との共管となった。このため、三崎支所は担当路線が限られ、横須賀三崎線の基礎となる横浜三崎急行線と、現在の三崎口線にあたる旧三崎町、初恋村内のローカル線を軸に再起を目指すことになった。1954年、三浦営業所は解体され衣笠営業所と共に、戦前同様の組織が再考された。しかし、久里浜支所は引き続き支所のままとされ、三崎営業所が上位の組織として統括した。久里浜営業所が独立の営業所になるのは、さらに10年弱だった1963年のことである。1970年、横浜三崎急行線が横須賀駅までの運行に短縮され、現在の横須賀三崎線となる。さらに1974年、翌年の三崎口駅開業を控えて、長井線の逗子駅直通系統が廃止された。1975年、京急久里浜線は、三崎口までの全線開通を果たした。三崎方面へのアクセスは、三崎口駅からのバス乗り換えが主流となり、三浦市内のバス需要は増加することになる。しかし、この時代は、長井線が、全便衣笠担当だったため、衣笠十字路から三崎口までの長距離回送が必要になるなど年々、運用の非効率性が増していった。加えて翌年、横須賀市民病院が開院。三浦市内からの通院需要が伸び、乗り換えなしに結ぶバス路線を求める声が高まっていった。1986年、横須賀岬線が全便一般化される。続けて1987年、横須賀市民病院線が開通。長井線逗子系統の廃止以来、12年ぶりにわずかな区間ではあるものの長井での乗り換えが解消された。同時に、長井線の岬口駅を発着するローカル系統が衣笠営業所から移管されてきた。さらに1989年、剣崎線が久里浜営業所から移管されるが、同時に三浦海岸駅北の鉄道と並行していた区間が廃止となった。京急バス屈指の長距離路線で、竹山、衣笠地区の住民の足となっている。横須賀駅、横須賀中央駅、衣笠十字路からの利用が多い。休日や観光シーズンともなると岬口駅からの利用も多くなる。上記の横須賀岬線とともに、岬口駅から三岐港方面へのアクセスとして利用されるほか、三浦市中心部の地域輸送も担うことから、三浦市民の重要な足となっている。三級系統については、1月1日に限り、初日の出参りの利便を図るため、始発の繰り上げを行う。2017年5月27日、京急油壺マリンパーク正門前にバス停が新設され、34、東14、東15、東16、東17系統が油壺京急油壺マリンパークの1区間延伸された。2020年4月1日、経路上にある城ヶ島大橋渡し橋料無料化により、城ヶ島発着路線の運賃が改定された。開設当時は衣笠営業所の所管だったが、利便性向上のため1987年より、岬営業所所管となった。衣笠営業所で運行していた時代は朝方に、衣笠十字路長井荒崎行があり、乗客を乗せたまま長井操車場内でバックし、荒崎に向かっていた。三浦初声地区から、横須賀市立市民病院の利便を図るため、1987年4月6日に新設された路線。同様に、三崎地区から神奈川県立大楠高等学校に通学する生徒で賑わう。逗子三崎間での運行の記述があるが、当時は荻野停留所と呼ばれた。横須賀市民病院が1976年に開設時に市民病院前に改称した経緯を持つ。三岐港横須賀市民病院間は事実上復活となった。海3系統は2005年2月16日に運行を開始し、当時は衣笠営業所の所管だったが、2020年10月頃に岬営業所へ移管された。岬口駅から相模湾岸の三湖海岸を結ぶ短い路線である。終点の三湖海岸停留所は周りを畑に囲まれた高台に存在し、海岸までは徒歩で10分ほどである。過去には三岐港、東港など三浦市の中心部や長井からも路線が設定されていたものの利用客減少などもあってか平日の通学時間帯に1往復のみの運行となっている。大正時代に開設された浦賀岬線の流れを汲み京急久里浜線が三浦海岸駅まで延伸された当時は三浦市の中心市街と京急線を結ぶ路線として活況を呈した。岬口駅の開業後はその役目を岬口線に譲り、現在は三浦海岸駅周辺地区と三浦市中心部を結ぶ路線として地域輸送に徹している。三浦海岸線は衣笠十字路から県道26号線を一木塚まで南下し、そこからすがるや高円坊といった集落を経由して、京急久里浜線三浦海岸駅へと至る路線である。路線の開業は1960年11月1日で、横須賀駅高円坊が運行を開始した。1965年12月16日には上、宮田まで延長されて、ほぼ現在の姿となる。翌1966年7月7日には、三浦海岸駅が開業し、翌日8日に、三崎方面への路線が開通していることから、この日に三浦海岸駅発着に変更となったものと思われる。衣笠十字路発着便は一時期衣笠駅まで乗り入れたが、いつしか元の十字路発着に戻されている。一方の横須賀駅発着便は、道路混雑で定時運行が難しいことから、2003年4月16日の改編で廃止された。残った衣笠十字路発着便も、2005年2月16日に、三浦海岸駅高窓坊林、横須賀市民病院が開設されたため昼間時の運行がほとんどなくなり、日中は2から3時間に1本と、実質出入庫路線と化している。三浦海岸駅から三浦市東部の沿岸部、剣崎周辺を経由して、三崎へと至る。紀州店付近を除き、沿線では唯一の公共交通機関である。京浜急行電鉄発行の割引乗車券のうち、三崎マグロ切符は、三崎口線、三浦海岸線、剣崎線、浜、諸磯線、長井線、荒崎線の全線。横須賀三崎線と横須賀市民病院線は、長井バス停以南の区間で乗車が認められる。三浦半島1デー2デー切符は、三古海岸線を除いた全所間路線で利用できる。かつては、ブルーリボンのような、日野自動車製の大型路線バスが継続して、納入された。その後は、京浜急行バスの方針転換により、投入車種は大きく変更される。手始めに、サイズダウン化が進んだため中型車の日のレインボーや小型車の日のリエッセが投入される。レインボーは前車ワンステップだったが全車廃車となり、リエッセも G4114 号車が1台だけであったが、後に逗子営業所へと転出した。さらに、車全体としてのメーカー選択も改められ、中型系ロングサイズのワンステップバスは UD トラックスから、中型ロング車のスペースランナー JP 集中投入となった時期があったが、経年除籍が相次いだ。そして現在は再び大型車の投入が続けられているが、京浜急行バスは大型路線バスにはいすゞ自動車製を集中的に投入しており、同社の比率が高まっている。一方で、日野自動車製の車両は現在でも投入されているが、いすゞ自動車製の車両との統合車種となったため、外観での区別は難しくなった。かつては久里浜営業所から転属した日野ブルーリボンシティ長尺ワンステップ車も配置されていたが、これも廃車となった。現在は J バス製の車両がメインで、大型車はいすゞエルガと日野ブルーリボン2、または日野新型ブルーリボン、中型車はいすゞエルガミオと日野レインボー2が在籍している。車両はワンステップバス、またはノンステップバスが在籍する。三浦市では2013年度にノンステップバスの助成金制度が確立された。貸切車は2021年5月12日頃に、久里浜営業所から転属してきた三菱ふそうエアロバスの SG5301 号車が在籍している。三崎町市上間山椒。油壺行きの延伸及び三浦市内系統の一部ダイヤ改正について、京浜急行バス。2017年11月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年5月22日閲覧。油壺発着の京急バス、京急油壺マリンパークまで路線を延長。乗り物ニュース。2017年5月22日閲覧。城ヶ島大橋の無料化について神奈川県東部漁港事務所、令和2年1月14日、同年5月12日閲覧、城ヶ島大橋渡し橋料無料化に伴う運賃改定について、京浜急行バス、2020年5月12日閲覧。ありがとうございます。